漫画日本昔話。昔あるところに浦島太郎という漁師が住んでおった。太郎はとうに30を超えておったが、独り者で母親と二人で暮らしておった。ある日のこと、いつものように漁に出たが、この日は海がないで、朝から雑魚一匹かからなかった。魚が一匹も取れず、がっかりして太郎は家路に着いた。よっ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 、なんてことを。やめろ。あ、こら、なんて悪さするんじゃ。いや、その亀十文で売っておくれ。15文なら売ってやってもいいよ。え、15文もか。もう二度とこの浜に近づくんでねえぞ。礼はいいから早く帰れ。何？銭をガキどもにくれてやったと？それも15文もじゃと？これ、今夜から飯は抜きだ。わかったな。わかっただ、おっか。バカ者が。おっかさんにひどく叱られた太郎は、次の日も朝早くから漁に出たが、海は今日も鏡のようにないでおった。今日もダメじゃ。少し早いが飯にすべ。ふわー、ひでえおっかだ。はよ嫁もらって遠くへ逃げてだ。あ、おむすびが。どこへ行っちまっただ。何がぶつかっただ。なんじゃ、ウミガメか。突然つるんとした顔出すでね。昨日は子供が危ないところを助けてくれてありがとうございます。子供、あの時の15も。この子を助けていただいたお礼に竜宮城へご案内しましょう。竜宮？バカ酷でね、竜宮などというものはこの世にはねえもんだ。昔から歌に詠まれているように、風流人の夢、憧れの世界じゃ。そんなことよりオラの城主、どうしてくれる。
その夢の世界が実はあるのでございます。魚に食われちまったに違えねえ。浦島さんどういたします？腹すいた。亀さん、亀さん、もしもし、亀さん、亀さんよ、オラを竜宮城に連れてってくれ。そう固くならずに肩の力を抜いてください。そうそう、人間だって海の中で息はできるんですよ。本当だ。私どもをご覧なさい。海でも山でも泥の中でも住むことができるんですよ。おお、クラゲだ。あのクラゲが暗い海の底の竜宮城を輝かせているんです。あれは？あれが竜宮城です。浦島さん、私どもの亀をお助けくださいましてありがとう。いや、オラ当たり前のことをしたまでで。さ、浦島さん、乾杯いたしましょう。すきっぱらにはクイッときますね。あれはタイやヒラメの舞踊り。いやー、美しい。私と踊って。はいはい。浦島さんは本当に踊りがお上手。いや、少し疲れた。そりゃ3日も踊り続ければね。え、3日だって？ええ、3日未満。いつの間に3日未満も？竜宮には夜はありませんからね。3日も家を空けたらお母にどんなに叱られるか。おら、急いで帰らなくちゃ。このまま竜宮でお暮らしになったら？いや、とんでもねえ。お母のことだ。きっとおらを探してここまでやってくる。仕方がありません。ちょっと待って。これは玉手箱といって竜宮の宝物です。お土産に差し上げます。でもどんなことがあってもこの蓋を開けてはいけませんよ。そのことをくれぐれもお忘れなく。糸まごいもそこそこに太郎は家路に着いた。ありがとう亀さん。おかしいな。確かにここはオラの家のはずじゃが。なんじゃおめえは。どうしたね。ここに、この辺に浦島という家を知らんかね。浦島、そうそう。あの家の建っているところに大昔浦島という家があったと私のおばあちゃんに聞いたな。おばあちゃんのおばあちゃん？そう。
そのおばあちゃんもおばあちゃんに聞いたんじゃよ。だからあれこれ300年前にあったというわけじゃ。300年？リュウグウでの一日はこの世の100年だから、3日ということは300年だということを太郎は知らなかった。こんなものいらねえ。おら、どうしたらいいんじゃ。この世には知ったもんは一人もいねえ。でも、このまま力をなくしちゃなんねえ。300年後の世の中を一人で生きていかなくちゃなんねえ。頑張るぞ、頑張るぞ。なんじゃ、波に乗って戻ってきたか。せっかくだから開けてみんべ。びっくりした。なんじゃ、玉手箱の中には何も入っとらんじゃないか。乙姫との約束を破って玉手箱の蓋を開けた浦島太郎は、みるみるうちに白髪のおじいさんになったということじゃ。昔昔、兵六という若者がおりましたそうな。この兵六のおかみさんが大層な美人で、兵六はおかみさんの顔ばっかり見ていてさっぱり仕事にいかなんだそうな。困り果てたおかみさんは自分の顔を絵に描いて兵六丼に渡しましたそうな。はい、できましたよ。こりゃあようかけとる。お前とそっくりじゃ。どうしてこんな貧しい兵六丼のところに美しいおかみさんが来たかと申しますと、それは半年ばかり前のある春の日のことでした。兵六丼はいつものように自分の畑を耕しておりました。へーのーかーのー、あっぱっと。その時でした。畑のそばに一人の美しい女の人が座っていたのです。女の人は兵六に向かってニコニコ笑いかけました。あらー、わー、見てやし、あら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 、兵六さん。はい、兵六さん、私あなたのところにお嫁に来たのよ。ねえ、聞こえないの？嫌なの？とんでもない、お願いします。ところが兵六丼、おかみさんがあんまり美しいので、おかみさんの顔に見とれてばかりいる。ご飯を食べればこの始末。おかみさんが針仕事をしているとそばへ来てべったりへばりつく。お弁当を作ってやっと仕事へ送り出したかと思うと、
ってらっしゃい。まあ、戸口に座ってじーっというわけで、これにはほとほとおかみさんも困ってしまい、自分の顔を絵に描いて兵六に持たせることにしたのです。これならいつでもおかみさんと一緒です。兵六はおかみさんの絵姿を大事に懐にして畑へ出かけました。タンタタンタタンタタン、あら、ちょっと見てみようかな。あれ、畑へ行った兵六はおかみさんの絵を見てはちっと働き、ちっと働いてはまたじーっと眺めておりましたが、その時です、強い風が吹いてきて、おい、待て、待ってくれ。さて、絵姿の飛んでいった方向にお城がありました。そこのお殿様が大のうぬぼれ屋で、自分の顔を描かせては越つに言っておりました。え、無礼な。すごい美人じゃ。一目見るなりすっかり気に入ってしまいました。皆の者、早速この紙に書かれた女を探してまいれ、わしの嫁さんにするのじゃ。このような美人がわしのような美男子にこそふさわしいのじゃよ。うぬぼれ屋の殿様の命令でもう国中は大騒ぎ。そしてとうとう兵六の家にも。いや、とうとう見つけたぞ。早速城へ連れてまいれ。何をなさいます？これは俺の嫁さんじゃぞ。兵六の必死の抵抗も虚しく、あなた。兵六はぐるぐる巻きに縄で祝えられてしまいました。この袋の中に桃の種が入っております。この種を植えて実がなったら、どうぞお城へ売りに来てちょうだい。おかみさんの心はどんなに悲しかったでしょう。泣く泣く引き立てられて行きました。お前、行かないでくれ。どうか連れて行かねえでください。きっと3年経ったら桃を売りに来ておくれ。ねえ、ちょっと頼みますけ。芋でも何でもあげますけ。魚でも釣ってくるで。頼みますで。ねえ、おらの芋は国一番おいしいって村の主が褒めてくれるで。殿様のバカ野郎。兵六はあれほど愛していたおかみさんを連れて行かれて、すっかり力をなくしてしまいました。畑へ着いても出るのはため息ばかり。でもそのうち、おかみさんの置いていった桃の種のことを思い出しました。兵六は桃の種を一粒畑の中へ植えると、やはりため息をつきながら一人ぼっちの家へと帰って行きます。そして冬がやってきました。やはり兵六の心に浮かぶのは春が来て夏が過ぎ、そしてまた冬が来て、とうとう3年目の夏、桃の木は立派な桃の実をいっぱい実らせました。桃を売りに来いと言っとったな。一方お城では、この3年間奥方は一度も殿様の前で笑わなかったそうです。桃、その頃兵六はおかみさんのいるお城の前までやってきていました。
桃はいらんかね。三年越しの甘い桃や。桃一番おいしい桃はいらんかね。桃や桃。あの人の声。おお、奥が笑ったぞ。奥が笑ったぞ、奥が笑ったぞ、奥が笑ったぞ。三年目にやっと奥方が笑ったというので、殿様は大喜び。早速桃売りを中へ呼び寄せました。これ桃売り、ここでもう一度桃を売ってみせよう。はは。桃や、桃や、一番おいしい桃はいらんかね。これ、桃売り、わしの着物と取り替えろ。殿様は自分が桃売りになって、もっと奥方を喜ばせてやろうと、兵六と着物を取り替えっこしました。桃や、桃一番おいしい桃の殿様、殿様桃。桃や、桃や、一番おいしい殿様の桃、桃。あなた。あなた。すっかり調子に乗った殿様はそのまま城の外まで出て行ってしまいました。ところが門番はそのことに気がつきません。てっきり兵六が出て行ったと思ったのです。これ門番、門を開け。何を申す、この桃売りの分際で。やめてくれ、やめてくれ、やめて。こうして兵六は殿様と入れ替わり、おかみさんと二人でいつまでもお城で幸せに暮らしたということです。